ロンドン州立公園はカナダ中部のオンタリオ州に設置されている州立公園である。本公園の敷地はエリー湖の北岸に存在する長さ約8キロメートルのサシの部分にあたる。このような場所にあるため公園内では散策やキャンプなどの他にカヌーなどの水上のレジャーも可能である。19世紀末に設立された古くから ある州立公園として知られる。ロンドン州立公園は、北緯42度17分、整形81度53分付近に位置しており、この場所は、アメリカ合衆国との国境に近いものの、カナダのオンタリオ州南西端部のチャタム県とに、属している。地形的には、五大湖の一つであるエリー湖の北岸に存在する、長さ約8キロメートルのサシの上に位置している。 公園の面積は約32.5平方キロメートルである。なお、この差しによってエリー湖から隔てられている湾の部分は、ロンドウ湾と呼ぶ。本公園内で撮影されたズワカキツツキ。ロンドウ州立公園内では、イカンタバ植物が850種、鳥類が340種、魚類が79種、哺乳類が35種ほど見られる。このほか、爬虫類や、 両生類は合わせて30種が見られる。ロンドン州立公園はオンタリオ州で2番目に古い州立公園であり、1894年9月8日の数密院直例によって設立された。公園名のロンドンとは水を取り巻くといった意味のフランス語から来ており、ロンドン湾を取り巻く冊子のことを指しているとされている。参考までにオンタリオ州最古の州立公園は、 1893年に設立されたアルゴンキン州立公園である。ロンドンプロビンシャルパーク、ハットザチャトム、ケントミュニセプルヘリテージレジスター、ハット ABC アワーエンバイロメント、ロンドースタッツ、ハットロンドーベイハットキラン、ジェラルド、プロテクテッドプレイセズ、エ A ヒストリーオブオンタリオ、S、プロビンシャルパークスシステム、ダンダーン。 プレスリミテッド、ピアニッシモ、1820、ISBN9 兆7815億5 2万1806、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、ID= イコールバイゴアックスジム 19C& ピコグラムイコー192012年7月3日、閲覧。ありがとうございます。